なっているの。町の中はひどい状態ね。空を覆ってるあれは何？鳥かごよ。この国の象徴のようなもの。ドレスローザってことはまたあいつらと戦うことになるんだよな。あいつら？この国にはドン・キホーテファミリーっていうおっかねえ奴らがいて、現実世界…私、サンジ君、チョッパー、ブルックの4人は途中で離れたんだけど、かなり激しい戦いだったみたい。ここでの結末はどうなったの？あん時は俺がドフラミンゴをぶっ飛ばした。じゃあ決まりね。そのドフラミンゴをレッツゴー。ノリが軽すぎるわ。マリンフォードの事件で自分たちの力を知った一味はそれぞれに力をつけ、2年後に最終決を果たした。道中、海賊のトラファルガー・ローと同盟を組んだルフィは、王家七部海、ドン・キホーテ・ド・フラミンゴが統治するドレスローザ王国に到着した。ここでド・フラミンゴに連れ去られたローの奪還に動き出したルフィだが、その最中、国に渦巻く闇を知り、ド・フラミンゴの討伐を決意する。そしてついに麦わらの一味はドレスローザ王国の闇を国中に暴くことに成功。怒れるドフラミンゴは全てを葬り去るため、鳥かごなる大技を発動したのだった。ドレスローザの国民たち及び客人たち、真実を知り俺を殺してと思うやつもさぞ多かろう。だからゲームを用意した。この俺を殺すゲームだ。俺は王宮にいる。逃げも隠れもしない。この命を取れれば当然そこでゲームセットだ。もう一つだけゲームを終わらせる方法がある。今から俺が名前を挙げる奴だ。全員の首を君らが取った場合だ。リンゴのやつ、何言ってんだ？忘れたのか、ルフィ。俺たち懸賞金をかけられたんだよ。見ろ、こいつらこそがトレスローザの受刑者たちだ。国のため、仲間のため、家族のためだ。遠慮しねえでぶっ殺してやれ。この国の全員はハンターだ。おい、お前チャンピオンのやつ。死ねえ麦わら。おい、今殺して奪ってやる、ゴムゴムの実。お前何言ってんだ。そんなもんやるわけねえだろ。おい、ついでに周りの連中もまとめて全員ここで死ねえ。よっ、サードゴムゴムのギガントピストル。波動やった。思い出せ。39なんで俺があんな目に。ヘルメモリーズ、いくぞ。ウルトラクリア。死ぬか麦わら。波動エゴー。もう気をギアセカンド。ゴムゴムの
出資損損ベーナーハードエローへえいやソウルスリーダーディアブルジャンプビアンキュイグリルショットピンピンしてるぜ麦わらあれだけ殴ったのが効いてねえってのかクソ頑丈なやつ悪魔の実の能力は俺が奪ってやるお前が本当に欲しいのはこれだろバージェスてめえはトトとその仲間に手を出すなサボギアセカンドゴムゴムのジェットピストルウィウェポンズウェポン竜装剣竜の勇気波動やるな波動エロー仕切りなディアブルジャンブボアルアフレールスペクトー波動エローもう気は抜かねえエアフォースゴムゴムのゲオバズーカー竜装剣竜の勇気ギアセカンドゴムゴムのレッドホークサボ一緒に戦ってくれてありがとな気にするなあ、レベッカちょうどいいお前に用があったんだえその声あなたもしかしてルーシーちょっと手伝ってほしいんだ一緒に来てくれよええ、でもどこにあそこでミンゴが待ってる上に登るために鍵が必要なのレベッカ鳥かごが閉まる前にミンゴのやつをぶっ飛ばさねえと。逃げたか。以降ルフィのバックには俺がついてる。よく覚えとけ。あ？何か降ってきたぞ。あれは人じゃねえのか。行ってみましょう。ドラオじゃねえか。ひどい怪我だ。動いたらダメだぞ。おとなしく言うことを聞く気はないみたいね。いけませんよ。無理をしては。俺の問題だ。邪魔すんじゃねえ。どういうことだ。13年前、俺は恩人をドフラミンゴに殺された。元ドンキホーテファミリー。最高幹部コラソン俺に命をくれた人だドフラミンゴを倒すために俺は生きてきたんださっきは油断したが今度こそ行こうドフラミンゴのところにダメだぞルフィ傷だらけのローを動かすなんて危険だ
怪我人の世話は俺に任せろ。一人守るくらいわけはねえ。頼んだぞ。麦わら、そしてトラファルガロー。何しやがる。僕の人気を返せ、最悪の世代。何すんだ。こいつは俺の仲間になったんだ。なってねえよ。あ、気がついたか、トラオ。ドフラミンゴをぶっ飛ばしに行くぞ。何？それは僕の役目だ。ドフラミンゴを討ち取り、さらなる人気を得るんだ。なんだ人気って。考えてみろ。ドフラミンゴほどの凶悪な海賊を倒せば、新聞社が放っておかない。朝から連日取材が殺到。こんにちは、スーパースター。あ、待ちたまえ。ドフラミンゴは僕に任せるんだ。いや、せめて僕も連れて行け。なんだ、地震か。いや、違うな。あの山みてえなシルエットに見覚えがねえか。何も変わっちゃいねえ。こいつのことはよく覚えてる。切り替えのある相手だったぜ。あいつどこ行った。サプラの野郎は岩の中だ。気をつけろ。カフーポイント。キン、刀を手にしてやる。剣火炎竜王。はあ、やっと出てきたな。姿を見せたね。ギアセカンド。ゴムゴムの。
いてえじゃねえか。はい、よっサード、このゴモノギガントピストル、行くわけにはいかねえんだ。ガンマライフ！ピッピッピッ！行くぞ！おう！援護は任せろ！必殺でゴムゴムの！殺し！火炎武士！ピストル！無事！三刀流！80ポンド砲、差別は流走剣、竜の勇気、調子に乗るなよ。三刀流奥義、一大三千大戦世界。すごい、ドン・キホーテファミリーの最高幹部、あのピーカを倒すなんて。感心するのはまだ早い。そいつはドフラミンゴを倒してからだ。あなた本当に必死なのね。当然だ。コラさんは死の病に侵されていた俺を救ってくれた恩人だ。そしてそんなコラさんが止めようとしていたのが実の兄のドフラミンゴだったんだ。え？家族なのに止めようとしたの？しかも最高幹部だったのよね。家族だからだ。けど結局コラさんは引き金を引けなかった。優しすぎたんだ。行くぞ。あいつの場所までもう少しだ。家族を止めようとしたコラソン。そっか。ローはその思いを受け継いでいるのね。どうした、レベッカ？ここにはお母様のお墓があるの。お母様はとても優しい人だったわ。私たちはこのひまわり畑で育てた花を売って生活していたの。だけどあの日、私はドン・キホーテファミリーにお母様を奪われた。ドン・キホーテファミリーに母親を殺されたレベッカは、おもちゃ片足の兵隊に育てられた。しかし民衆を裏切った戦王の孫であると知られた彼女は逮捕されコロシアムに囚われてしまう。以来コロシアムの当主として国民の嘲笑と罵声にさらされる辛い日々を送っていたのだった。何？それが麦わら屋の言っていた箱か。悪魔の実の能力か。みんなの言う悪魔の実が何なのかわからないけど、その妙な箱で他人の心を覗き見る、あまりいい趣味とは言えねえな。どこであいつらと仲間になった？ドレスローザに来るまで麦わら屋の船にお前はいなかった。そんなことあなたに説明するつもりはないわ。
これで全員か。俺も随分と舐められたもんだ。ドフラミンゴ、お前覚悟はできてんだろうな。どういうことだ。ドフラミンゴが二人いやがる。片方は分身糸人形だ。だが気をつけろ、どちらかは本物だ。頂上戦争からここまでよく生き延びてここまで来たな、麦わらのルフィ。だが悪運もここで終わり、お前もお前の仲間たちも全てだ。